いや、本当に気味悪いな、これ。おお、メノンびっくりした。それはさすがにびっくりしたよ。なるほど、そういうことか。おお、ここだけ見たらさ、別ゲー思い出すね。皆さんこんばんは。今回もね、バイオヴィレッジ、シャドウオブローズ遊んでいきましょう。さあ、見ている感じは、なんかそんなね、怖そうな感じはしないんだけど、ねえ、ベネビエント邸。マジか。ちゃんとなんかあるんだけど。しかも位置が違うしな。お。なんで私の絵があるわけ？ローズのあれじゃん。ローズの写真だね。え？お？結晶ある。けどこれも偽物なんだろうな。遊ぼう。武器はいらないよね。ちょっと持ち物が。そうか、一緒か。お医者さんごっこしよう。この子を助けてくれたら結晶をあげる。なるほど。うん、あれか、本編と一緒か。こういうところ開けられるってことは、なんかこの周りにもありそうだな。セーブはないか。ここ開くの？あ、開くんだ。なるほど。こっちは？鍵必要ないのか。水が出っ放し。何か洗うのかな？この辺も調べられない。あ、ここ開くんだ。何このさ、ウィサー時間。こんわ。ウィサージなんだけど。もう完全にね、ウィサージだね。何？とにかく詰め込んだロッカー。本棚の写真立て。読書家の机。ロッカーロッカーと本棚の、ロッカーと写真立てと机に何かがあるのか。机？本棚？本っていうとこの辺な感じだけどな。とにかく詰め込んだロッカー。02か。これ開かないのね。02ね。44。ああ、なるほど。それを開ければいいのか。あ、待てよ。じゃあ、この部屋にあるのか。ちょっと待って。ごめんね。ちょっと、写真を撮らせてもらってよろしいか？これね、写真撮んねえとわかんねえ。はい。読書家の机。よし、オッケー。読書家の机ってことはこれだよな。読書家の机？あ、こっち？あ、ある。66、66？ ちょっと待って。ロッカー、写真立て、机だから、ロッカーが最初だから、024466かな？これでどう？あ、来た。ハサミか。よし。じゃあ、これで、
何これで、どうなってるの。こんなにお出ていっぱいあったっけ。これ開かないよな。お出ていっぱいだ。いやーこれさ、バイオハザードだけどさ、できない人いっぱいいんじゃない。これここでハサミね。何入ってんのこれ。レリーフか。そんな遊び方じゃ結晶はあげられないよ。誰の声これ。人形遊びならちゃんとできるよね。また今度は何？え？ルーシー。何もない。これは？人形ポーズ版ルーシー。いろんなところに人形を置いて遊んでね。ルーシー？ルーシー、何と書いてあるのか読めない。ポーズ版ルーシー、とりあえず置いてみるか。ルーシー、ポーズ1。ん？なんだろうな。これは？キャンプファイヤー。気持ち悪いやつでキャンプファイヤーってのは、気持ち悪いのってのは、この、ルーシーじゃねえや、ローズのことか。ジミーの部屋。これ開かないでしょ。ね。じゃあ順番通り、あれか、レリーフを、はめに行くか。何これ、一体誰がやったの？ここだよね。本編だと、オルゴールがあったところか。ね。あ？ポーズ2。え？なんだこれ。ん？ん？なんだろうな。それに合わせた人形があちこちにあるってことかな。その向きに合わせた。ああ、なんか読み物あるね。あいつを祝う友達なんて誰もいないのにバカなやつ。いや違うな。ちょっと置いてみていい？あー、はい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 、なるほど。ってことは、多分、あれだな、メインっていうか、え？懐かしい。これを、で、この人形必要でしょ。これ困惑すぎだなマジで。ホラーゲー苦手な人もう無理じゃん、バイオハザードやんの。ねえ。友達を祝うやつがいないんだから。うん。で、下に指さすやつを置けばいいんじゃねえの。だからこういうことじゃない。あ？いやでもこれだと、あれか。一匹足らねえな。一匹足んないよね、人形が。人形が一匹足らんのだけど？あ、通れない。
閉めてこれ。うん。なんか人形が一匹足りないんだけど。あ、これは？これ上行けん、上行けんの？あ？人形がさ、一匹足んない感じするんだけど、俺。違うのかな？これ、押せたりしないの？調べられたりはしないのか。ん？え？人形一匹足んないよな。人形が一匹多分足りないんだけど。いろんなところにお人形を置いて遊んでね。人形遊びって何をさせたいの？ああ、まずこれか。これを、これを持って、こっちに、キャサリン、置いてあげればいいのかな？なるほど。いじめだな。ああ、そういうことね、ガキっぽい。うん。いいね。ローズ、そういう精神力の強いのはいいことだよ。なるほどね。そっち側行ってなかったから、わかんなかったんだ。じゃあ次は、オルゴールの部屋か。オゲイン。これは一緒？なんだっけ、井戸のあるところだね、これ。だけど、あ、浄化がある。浄化すれば、井戸の中に入れるのかな？これは？ラジオか。とりあえず、降りるか。多分、下に人形がもう一個あるんじゃないの？違うかな？多分、三つ目の人形が、あった。ポーズ3。本当に気味悪い。ねえ。本当にホラーだよ。本当にホラー。うん。もはやバイオハザードではない。どうなってるの？うん。こういうことが起こる時点でもうバイオハザードじゃない。あ、もうやってることがね、ウィサージとかとね、一緒なんだよな。もうこんなのやったら、ね、バイオハザードみんなできなくなっちゃうな。俺は、面白くて好きだけどね。すごい音してんね。俺は面白くて好きだけど、でもこれ、ね、普通に、あれだよな。無理だよな、普通に。これ人形、あー、なるほど。はいはいはい。で、ここに、指差し人形置いてやりゃいいんじゃねえか？うん。ざまあみろーって笑ってるシーンを撮ればいいわけだね。こういうことだ。これでいいんでしょ？うん。これで四つ目の人形が手に入るのか？あ、そういうことか。黒髪の人形。なるほど。これで、四つ目は揃ったから、真ん中の謎解きができるようになるわけだよね。いや、本当に気味悪いな、これ。おお、メノンびっくりした。それはさすがにびっくりしたよ。火炙りをしたいんだから、火炙りをしたいんだから、まずルーシーが、ルーシーがこれ、うん。で、この、棒を持ってんのはこれかな？うん。で、この薪を持ってんのが、この子でいいのかな？多分。うん。ポーズ的にね。これはわかりやすいな。で、ここに、黒髪の少女。これでどう？ああ、いったいったいった。火ついてんだけど。最低。ほんと最低。ねえ。胸くそ悪いわ。配電盤の鍵。残念でした。電話？間抜けだね。まだ結晶が見つからないの？いいよ。
教えてあげる。エレベーターに乗っておいで。でもママはここに来るのを許さないかもね。誰なの？ママ。まあとりあえず入れ、なんだ、だるまさんが転んだって知ってる？なんだ？だるまさんが転んだ。あ？捕まったらお前はおしまい。目をそらしちゃダメ。目をそらせってこと？ん？なんだこれ。ヒューズのありか。なんだ？ママに捕まったらおしまいだよ。ママってのはこれか。目光ってるけど、あ？なんだ？今動いて大丈夫？これ。大丈夫だな。なるほど、そういうことか。おお。ちょっとセーブをさ、させてほしいんだけど、セーブはダメ？おお。目をそらしちゃダメってのはそういうことか。はいはいはい。ああ、なるほどね。まあ、あからさまに動いてるけどな。うん。とりあえず走っちゃおう。ああ、なるほど。なるほどね。はい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 。あ、ダメだ。いけない。おーっと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 。おーっと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 。こっちかな？こっちだな。なるほどね。ただ、これあれだ。あ、これ。難しいかも。意外と。意外と難しいかもしれない。だって、見てないとさ、見てないと、まずいわけでしょ？よし、OK。今ならいける。よし。これさ、そうだよね。これさ、あ、真っ暗な人だ。勘弁してよ。あ、来た来た来た。これ、だってさ、だいたいなんか、こういう系のホラーゲームって、壁越しでも、マジで言ってんの？何体もいるのか、これ。ほら、本当に目で見えるぐらいまで来ないと、襲ってこないから、走っちゃった方を、おっと、マジか！マジか！こっからなのはありがたい。そして、来てるな。ヒューズね。オッケー。何体もいるのか。オッケーオッケー。これ。うん。もうちょっとこっちまで来てくれないと。きついな。よし。で、中に入れて、おー、来てる来てる来てる。これ中に入れた方がいいな。うん。先回りされるとめっちゃ厄介だから、で、走る。で、目の前にいるから、これさ、どっちが正規なのかわかんないんだよな。そっち側のほら、
あの、あれはさ、止められてんのかどうかっていうのはちょっとわかんないから、これ走る。走る。マジか。おっと。おっと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 。アップね。よし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 。で、ここにヒューズはめ込んで、よし、これで行く。え、待って、よくよく見たらローズちっさ。かくれんぼ、かくれんぼだと、ちょっと一回セーブをさせてもらっていいかな。はい、じゃあ進んでいこうか。かくれんぼ、なるほど。なんかなんかあれだね。一体何？リトルナイトメアみたいな、リトルナイトメアみたいな感じなのかな。気づかれないようにしないと。なるほど、ぐるぐる回ってんのか。光の中にさえ入らなければ大丈夫って感じか。このまま先に進めばいいの？いや、これまた面白いな。うわ、いるね。おお。え、これ無理じゃない？あ、こういう影があるのか。上のやつもまずいな、ちょっと。これを壊さないといけないけど、いや、これ走るか。危ね。しゃがんで、こっち向くなよ。危ね。あれを壊したい。届かないか。いや、これ行くしかない。危ない危ない。よし。で、これを壊す。よし。で、壊したことによって、ちょっと待ってよ。壊したことによって、これ、降りて大丈夫だね。よし。で、こっちだよね。危ね。こっちだよね。こっちが。あ、人形いっぱいいる。届かないのこれ。近くまで行かないと無理か。これならいける？あ、いけるいけるいける。ん？よし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 。いけるね？オッケー。待って、今しかないんじゃないかこれ。今しかないんじゃない？どっち？こっちか。オッケー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 。共に相手してられない。どうしたものかな。え、あ、これがある。これを壊して、ちょっと待って、この影か。あー、オッケーオッケーオッケー。音を立てて誘導するのか。なるほど。オッケーオッケー。わかりやすくて何より。これは？
これを落としたいんだな。ステルスホラーだな。この先に行きたいのに。どうしたものかね。これ大丈夫かな。危ね。危ね。あれいける？いけないか。いやー、いっぱい人形がいて。いや、まだです、まだです。今ならいける。よし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 。これはぐるぐる回るしかないわけか。なるほど、そういう動きをしてんのね。ここは大丈夫だよね。これ大丈夫だよね。怖っ。怖すぎ。怖すぎだな。おっと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 。あぶね。それを壊したいんだよな。だから、あ、まずい。こいつが行ったら、よし。今ならいける。これを壊して、あ、マジか。くそ。あ、その、テーブルの下があったのか。くそ。でも、一回見つかったぐらいじゃ大丈夫なのか。あ、そこの下行けたんだな。失敗。あ、解決作れねえ。畜生。今ならいける。そこの下だね。ここに隠れればよかったんだ。畜生。マジか。で、起き上がって、あれを破壊する。これを破壊すると？ああ、なるほど。人形たちが全員そこに行くわけだ。で？でなんだよ。あ、で、あれを壊せばいいのか。その隙に、あれを壊して、で、この先に行けるわけだ。ああ、なるほど。なるほどね。いや、死ななくてよかった。なんだ？これ、まずいんじゃない？隠れてないと。友達と仲良くできない子はどうなるか知ってるでしょ？危ね。冗談でしょ。え、これどのタイミングで行くのが正解なの？この下覗いてきたりする？今ならいける。今ならいける。よし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 。いや、マジでリトルナイトメアを思い出すな。いるね。ホワイトセージ。なんでこのタイミングでホワイトセージ？なんでこのタイミングで？なんでこのタイミングでホワイトセージなの？どういうこと？あれ止めるとなんかある？いや、止めても意味ないな。ん？なんだ？ちょっと待って、まずい。まずいまずいまずい。いった！くそ！え、死んだ？さて、ここなんだけど、さっき死んだね、この場所なんだけど、ちょっとわかんないんだよな。どうしたらいいんだろうね。まずい。まずいまずいまずい。あー、マジか。貫通してくるんだ。くそ。くそ。あ、でもこれで一体消せるのか。とは言ったものの、どうしたらいいんだろう、これ。これさ、しゃがんだら、引っかかんなかったりする？これ。しゃがんだら。あー、ダメか、やっぱり。いやー、難しいなー、ここ。どうしたもんかなー。とりあえず回復して、
人形の動きって止められん。ああ、なるほど。これも止められんのか。ああ、なるほど。これで先に進めるってわけか。俺一個無駄に使ったな。一個無駄に使っちゃったよ。どっち向くのそれ。怖その動き。これは、あ、いけないんだ。あぶね。これぐるぐる回るか。よし。人形の動き止められんだ。なんか止めらんねえと思ったんだけど。ね。止められるんだね。あそこがベッドルームだったはずよね。そうだね。だけどベッドルーム行けないね。ああ、またなんか破壊しなくちゃいけないってことか。なんだこれ。ホワイトセージ？これを使わないと無理ってことだね。どこにあるんだ？え、これこっち向く？あー、なるほど。マジか。あ、くそ。あぶね。これ、動き止めよう。あ、止めなくていいわ。そっか、消えんだっけね。おっ、あぶね。あぶね。マジかよ。このタイミングででかいの来んの？いや、見えねえ。どっちに来てんのかわかんねえ。これ止められる？よし。止めて、この間に、これ壊そう。これ壊して。あぶね。よしよしよし。これでいいのかな？これで壊したことによって、向こう側へ行けるんだと思うんだけど。あ、なるほど。ここが渡れるようになってんのね。なるほど。これで今いけるかな？今いける？あ、いけるね。オッケーオッケー。結構死にまくったけど。でっか。みんなローズが嫌い。だって化け物だもんね。ちょっと変な力を持ってるから。お父さんと同じだ。だから友達がいないんだ。うるさい。本当のことだよ。わからないふりをしてるの？お、これ来てんの？まずいまずい。おお、まずいまずい。え、これ逃げ切れんの？え、こんな。え、うわ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 。え、どっちに逃げたらいいのこれ。え、待って、いけない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 。あれか。あれを壊せばいいのか。よし、これを壊して。オーケーオーケー。この逃げる感じあれだな、あのカゲロウのね、王ぐらい思い出すね。お、マイケル、ナイスマイケル。これ以上聞きたくない。なんであいつら父さんのこと会ったことないのに。さあ、わからない。何も知らないんだから。そうか。知りたいよ。知ってるのは私を守って死んだこと。時々まだ生きてたらどうなってるかなって想像するの。自転車教えたり、宿題手伝ったり、絵本を読んでくれたり、ずっとそばにいて褒めてくれたりした。私が不安になった時は、父さんならなんて言ってくれるのかな。
ここはどこ？なんだか懐かしい。前に来たことある気がする。ああ、人がたくさんある。何か特別な日なの？ああ、はいはい。ああ、わかった。わかった。わ。マジか。今は無理だけど、いつか一緒にワインを飲めるようになるのかな。声が聞こえる。これって、父さん？ここは昔、やっぱり私が暮らしてた家なんだ。やっぱり他のものからも父さんの声が聞こえるのかな。飾り付け、もう一つのプレゼント、書斎、それ気になるな。二人がいて本当に幸せだ。父さん、うわー、ちょっと待って、涙出そう、やばい。ミルクを飲むのが何より好きだよな。きっと泣いたらすぐ飲ませてくれたんだね。うわー、ちょっと待ってくれ。お、やっぱりこれイーサンなんだよ、これ。ローズはほんと食いしん坊だ。しかもフルーツばかり欲しがる。ずっとフルーツが好きなんだよね。うわー、ちょっと黙っちゃうかもしれないな、これ。やばすぎるな。ん、2階は興味ない。何かあるの？あ、そっか、そうだよな。なんだけどちょっとね、あのね、止めるところがなくてちょっと動画時間長くなっちゃってるので、一旦ね、めっちゃいいとこなんだけど、ここで終わりにしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、通知のツイッター、インスタ、TikTok、コメントなどよろしくお願いいたします。それではまた、次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。